本日は相手のサーブをストップするといったところを紹介したいと思います。先週はツッツキを紹介したんですけれども、ラケットの入り方は一緒ですね。ラケットの先端から入って相手のボールがバウンドしたところ、相手ツッツキみたいにこうやって押してあげるんじゃなくて、入ったところにラケットを置いてあげるようなイメージ。これ動かしちゃうとボールがポンって跳ねちゃうんで、ボールが入ったところ、ボールがバウンドしたところにラケットを置いてあげる、添えてあげるようなイメージでストップするとうまくいくと思います。